上海では大型連休明けに新型コロナウイルスの感染が再び拡大し、十数の地区で感染者が確認され、多くの地域が封鎖されました。多くの隔離用臨時医療施設が再開されました。中国公式メディアの報道によると、10月8日午前0時から夜24時までに、上海で新規感染者21人が確認され、うち19人が無症状感染者であったといいます。現在、上海16区のうち、10区が高、中リスクエリアとなっています。ネットユーザーが投稿した動画では、上海の多くの通りには、再びフェンスが張られ、封鎖され始め、通りには再び人がいなくなっている様子が映っています。別の動画では、上海徐育と陽北にある、港湾体育センターで数日前から、臨時医療施設の大規模な建設が、始まっている様子が映っています。臨時医療施設で隔離された、陽北の上海市民は、劣悪な隔離環境を SNS に投稿し、暴露しました。